つもご視聴ありがとうございます。こんにちは、おしんちゃんこと小笠谷です。本日は大好評シリーズトマト&オニオンさん巻き天さんのチャレンジメニューにやってきております。イエイ。第3弾はこちら、マウンテンハンバーグナポリタンというね、 1.5 キロのナポリタンと3個のハンバーグのチャレンジメニューでございます。早速挑戦していこうと思います。こんな感じです。あ、このチーズフォンデュソースちょっと追加してみようかな。うん、すごいハンバーグ系のメニューが充実してます。え、これすごい、トマトのマレットハンバーグ、美味しそう。あ、デカ盛りメガトンハンバーグ、すごい。こちらがステーキと、いろんなメニューがあります。こんな感じで誓約書を書いてチャレンジします。はい、チャレンジメニューが出来上がるまでの間ポテトを食べて待っていようと思います。浜鬼さんのハンバーグ第1弾のチャレンジでも食べたんですけど、すごい美味しかったんで、今回はナポリタンも一緒に食べられるっていうことですごい楽しみです。ケチャップとバーベキューソースなの。ハンバーグ3個に目玉焼きが乗っていて、ナポリタンが 1.5 キロです。いつだったので、このチーズフォンデュソースも追加しました。30分で大丈夫です。私の方ではね、もう30分、まあ、見てらっしゃる方も絶対わかると思う、絶対成功すると思ってくださってると思うんで、カウントアップ形式でタイマー測っていこうと思います。スタート、いただきます。ハンバーグから、めっちゃ濃い。結構アルデンテかも。玉ねぎ、キノコ、ブロッコリー、ベーコン、具だくさんです。ちょっと不器用。椎茸とかも入ってる。普段パスタにタバスコはあんまり使わない派ですが、ナポリタンにはちょっとかけてみたいと思います。ちょっとなんかあんまりスプーン使うと賛否両論あるんですけど、不器用なんでスプーン使わせてもらいます。
美味しい、麺が美味しい。巻きすぎた。野菜から出る旨味のせいでしょうか、酸味の尖った感じがなく甘みのある美味しいナポリタンです。今日とあるラーメン屋さんにお邪魔してきたのですが、デカ盛り用にすり鉢を購入してくださろうとしたところ売り切れだったそうです。なんと理由は、おごせさん用にすり鉢を購入したお店が他に2軒があり品切れになってしまったそうです。このチャレンジは本当に食材の美味しさ、厚さ、量、制限時間、いつでもチャレンジできることなど神条件です。すごい具だくさん。柔らか。すごい。美味しくてコオロリしちゃうやつです。トマオニさんのチャレンジメニューはこれで3回目となるのですが、今回もかなり美味しかったです。最後ハンバーグ、ごちそうさまでした。食べます。タイムは16分30秒完食でございます。マオニさんのハンバーグってこんなに美味しかったっけ。すごいなんかもう柔らかジューシー、なんか肉汁がすごくて美味しかったです。その酸味のある尖った感じのナポリタンってあんまり好きじゃないんですけど、そのクリーミーで野菜の旨味がしっかり溶け込んだ具だくさんの美味しいナポリタンでした。なんかね、もう美味しくって無我夢中で食べてるうちに、あ、チャレンジ成功してるっていう感じで終わると思います。皆さんもぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ここまでご視聴ありがとうございました。機会がありましたら皆さんもぜひぜひおすすめなのでチャレンジしてみてください。バイバイ。